帰りにでも見えてくからしてください。じゃあちょっとすみません、通路大変狭くなってますので右側の方を寄って歩いていっていただけると助かります。で、インスタの着には、断面図の写真であるとか、図面であるとか、ちょっとした説明書いてあります。リプレイしてみますので、興味がある方は読んでみてください。爪の部分に人持って前浮かないようにしたりとかっていうのも結構やったりとかしています。で、隣ですね、青いシャークの足元にこれぐらいの太さのケーブルが落ちてるんですけど、これはでも電磁シャークに電力を供給しているケーブルになります。だいたい大きさとしては500、ミリメータースクエア、500平方ミリメーターぐらいの太さ、かなり重いです。はい。さて、どうぞ人が集まっているエリアは、ビームが通るんですけれども、この中は、すごい高振群に保ってます。はい、10のマイナス7乗パスカル。台風が1000パスカル、1000ヘクトパスカルって言うんですか、台風の逆ぐらい、逆、台風の大きいやつの、小さくしたやつの圧力としてはものすごく強い状態に保たれてます。なんでそんなことをしなきゃいけないかというと、空気の粒の大きさがこれぐらいだとすると、中を通ってるビームの一粒の大きさっていうのはこの指先よりちょっと小さいぐらい全然なってあるので、空気自体が、ビームの、妨げ、遮蔽、壁みたいなものになっちゃって、空気の粒が一つ残っていると、ビームが当たってどっか飛んでっちゃうんですよ。なので、どれだけこのダクトの中を真空にできるっていうのは加速器にとっては、最低限のもう本当に重要な技術になってます。で、その説明がですね、今こちらの方でずっと、やってますので、この単管1個、外したやつも置いてありまして、中すごい綺麗ですよ。鏡ぐらいに綺麗な、なってますんで、あともよろしければ最後帰りに見ていってください。フードになります。中見えるやつがもっと奥に行くとあるんですけれども、この銀色の筒で、ビームを加速しています。これ電気の力でやってるので、要は、陽子を加速してるんですけど、これはプラスの電気を持ってるので、マイナスの電荷を、電気を持ってくるとマイナス側に引かれるっていう性質があります。なので、ビームの前にマイナスを持ってくると引かれる、
で自分のところに来た瞬間にこいつがプラスになる押し出すっていうのをずっと繰り返してすごい短い間のところをずっとそうやって通っていくのですごい、すごい短時間でプラスとマイナスをずっと切り替えることでどん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 加速するっていうような、装置になっています。はい、こちらはですね、ここで詳しい説明等々は、そこに点でございますし、なんか、thank you.